空気法によるウズリンの発生空気法とは、比較的狭い開口部から急激に空気が押し出される、時にドーナツ状のウズリンができるが、これを人為的に発生させて観察するための装置である。日本では、米村伝次郎が都立高校の教師時代に簡易にできる手法を開発し、学校の授業や科学館のサイエンス省で理科実験の材料の一つとして扱い、 この名前が広まった。身近にある材料で、比較的簡単に作ることができ、また応用実験を幅広く試すことがあるため、学校の自由研究テーマとして扱われることも多い。一方で、空気法で簡単に作ることができる、ウズリンは、ソリトンの一種で、流体力学の研究対象にもなる奥行きを持つ、ものである。ポピュラーサイエンス誌の1881年12月号に、 スタディーズ・オブ・ボルテックス・リングスという記事が登場している。この記事は、ウズリン現象について解説を加えたものであるが、ウズリンを発生させるための機材として、ランプに使われるガラス管を使った空気砲、トランプで箱を作り穴を開けた空気砲が紹介されている。アメリカでは、1929年にガングの空気砲が特許出願されている。 これは大砲を模した筒の後端にバネで繋がれたシャッターを押し出すことでウズリンを排出するものであった。日本では米村伝次郎が科学技術館などでのサイエンスショーやテレビ番組などで空気砲を披露し広まった。もともと米村が都立高校教師時代にアメリカへの視察でたまたま見かけたウズリン生成のデモンストレーションに興味を持ったのが始まりであった。日本へ帰国後、 試行錯誤の末に密閉した段ボール箱の一面に穴を開けその中に煙を充填した後、箱の側面を叩くとウズリンを発生、観察できることを見つけた。米村はこれを高校の授業やガリレオ工房で披露した。米村は最初の頃はウズリンの英名であるボルティックスリングやエアバズーカと呼んでいた。しかし、それでは今一つ伝わっていないと考え、 流体力学のウズリンの観察に遊びの要素を加え、ドラえもんの秘密道具にあった空気砲と呼ぶようになったと、米村は解雇している。ウズリンにおける空気の流れ空気砲で、ウズリンが発生するのは空気の持つ粘性によるものである。空気砲の吹き出し口を通過する空気が空気の持つ粘性により吹き出し口の円の周囲に引っ張られることで流速が落ちる。他方、 吹き出し口の中央を通過する空気は押し出される。圧力のまま通過し、吹き出し口周囲の空気との間に流速差が生じる。この流速差は気流を回転させる効果を生み、ウズリンを発生させる。空気中での粘性効果は比較的小さいため、気流の回転運動はあまり衰えずに移動していく。発生したウズリンはドーナツ状をしており、空気が ドーナツの芯に巻きつくように回転しながら、平身運動を続ける。適当な大きさの段ボール箱をガムテーブなどで密閉し、一つの面に直径10から15センチメートル程度の穴を開ければ、完成である。穴を前方に向け、箱の側面を両手で叩くと、穴からうずりんとなった空気の塊が飛び出す。また箱に開けた対向面を開き、ビニールシートを貼って、 内側からゴムバンドでこのビニールシートを引っ張るタイプの空気砲もある。これは単に箱を叩くよりも威力のある空気砲を作ることができる。ペットボトルの底をハサミで切り取り、やはりゴム風船の口を切り取りこれをペットボトルにかぶせビニールテープ等で巻き付け密閉する。風船部分を引っ張って離すとペットボトルの口からウズリンが発生する。市販されている。 ペットボトルだけでもウズリンを発生させることができる。ペットボトルを強く押すと中の空気が押し出されてウズリンが観察できる。欧米ではポリバケツで作る方法が行われている。ポリバケツの底をジグソーで直径10から30センチメートル程度の穴を開ける。また、バケツ側面の対抗する位置に2箇所穴を開けてゴムバンドを通す。複数のビニールシートを用意し重ね合わせ。 中央に木片等を置いて貫通する穴を開ける。このビニールシートの中央の穴にバケツの通したゴムバンドを取り付け、またシート全体でバケツの口をこれで隙間なく塞ぎ、空気が漏れないようにテープ等で接着する。ビニールシートを引っ張れば、そこの穴からウズリンが発射される。空気砲で発生するウズリンを観察するには、 煙を使って目視できるようにすることが有効である。演劇の演出などで使用されるスモークマシンがあれば比較的短時間で空気砲に煙をためることができる。このような装置を所有していない場合着火した線香を空気砲の中に入れて煙をためこれを空気砲を放つと四角でウズリンを観察することができる。また塩酸とアンモニア水が入った容器を近づけると それぞれの蒸気が反応して塩化アンモニウムの煙ができる。これを空気砲に溜めて使う方法もある。空気砲は身近にある材料で作成でき、簡単に物理現象を起こすことができるため、自由研究のテーマとしても比較的向いている。空気砲から打ち出したうつりんがどこまで飛ぶのか計測するなどの基本的な実験の他に、 工夫次第で様々な発展実験が考えられる。以下に例を示す。空気砲を連射して、2つのウズリンが同じ軸線上を同じ方向に同じ速さで運動するとき、前を進む和の小道が徐々に大きくなると共に速度が低下し、一方で後ろを進む和の小道は徐々に小さくなると同時に速度が上がり、前を進むウズリンの中央を通り抜ける。 入れ替わった輪は繰り返しこのような運動を続けることが観察できる。二つの空気砲を対抗して設置し、同時にウズリンを発生させた場合、ウズリンの衝突が観察できる。空気砲の穴の形状を円ではなく、三角形や四角形、星形などの形状で穴を開け、ウズリンを発生させる。この時、穴の形状及びサイズによりウズリンの形状は、 周期的に変化することを観察できる。また、同一面に複数の穴を開けた空気砲では、それぞれの穴からウズリンが発生する。その後、ウズリンの合成やウズリンの形状、軌道の変化が周期的に現れるが、どのようになるか観察し、その傾向を考察する。穴の間隔やサイズにより発生する現象が異なる。ペットボトルの中に着色した水を入れて、 水で満たした水槽の中でこのペットボトルを圧縮すると水によるウズリンを観察することができる。2010年ミッション STS-131 で国際宇宙ステーションに滞在した山崎直子は寄せられた質問宇宙で空気砲をしたらどうなりますかに空気砲を実際に打って実験する機会はなかったがおそらく作用反作用の法則で反対方向に 体が飛ばされると考えられると回答している。サンフランシスコの港湾地区のエクスプロラトリアムに演示展示されている空気砲日本では科学技術館、名古屋市科学館、新潟県立自然科学館などに入館者が実際に試すことができる空気砲が展示されている。米国特許2855,714で、 開示されたピストル型の空気砲玩具の模式図上述の通り、アメリカでは1929年に空気砲の玩具が特許出願が確認できる。1950年代にも空気砲の玩具の特許出願が確認できる。エアズーカーアメリカ海軍中尉であったブライアン・ジョーダンは2003年にエアズーカーという商品名でプラスチック製の空気砲の玩具を商品化した。 2000年代に入り、キネクトやディープモーションなど空中で手足などを動かして、コンピュータインターフェースとするジェスチャー認識デバイスが実用化された。しかし、このようなジェスチャー認識デバイスでは、キーボードやボタンを操作した時のような操作感触がない。ワシントン州立大学で研究されている AWAVE は、ジェスチャーに対して操作感を与えるために、操作者に対して、 触覚感覚を与えることができるデバイスである。このエウェイブでは空気砲を用いて比較的離れた位置からでも触覚感覚を与えることができるとしている。またウォルトディズニーカンパニーのディズニー研究所ではアリエルというやはり空気砲による触覚提示デバイスを研究している。アリエルには3次元距離センサと2軸のモーターが取り付けられており対象を追従しながら うずりんを連続発射することができる。名城大学の柳田らは、香料を使って香りを充填した空気を空気砲にため、うずりんに乗せて被験者に届けることで、香りを空間と時間で制御する方法を提案している。柳田らはこれを香りプロジェクタ方式と呼び、ユーザーに特別な装置を装着することなく、局所的な空間に比較的、 短い時間で香りを切り替えることができると主張している。主に自動車向けとして電装は電動ポンプや電磁バルブなどによって空気砲から方向成分や加湿した空気を乗員に向けて発射する車両用空気質成分供給装置を特許出願している。またスバルは運転手の精神状態を検知してそれに応じて各種の香りを噴出する車載用空気砲や 上院ごとに異なる方向成分を発射できる車載用小型空気砲を検討し特許出願を行っている。ありがとうございます。